ヒゲさんの動画です、夏にですね、ディアップさんコラボということで、まあ、いろんなメーカーさんの T シャツを、販売させていただいたんですけれども、今回はですね、パーカー、スウェット、トートバッグということでですね、まあ、ちょっといいものが数多く、入荷いたしましたので、これを順番にご紹介させていただきます。はい、じゃあまずは、ハイコーキさんの、スウェットになりますね。グレーから。はい。じゃ、まず左胸に、可愛いインパクトのアイコンがついてて、背中ですね。背中は、ドンと、廃校旗を背負ったような、形になっております。今回は結構、控えめなデザインですかね。はい。こういった見た目になってます。生地感はですね、そんなに分厚いような、生地ではないかなと。この生地感を伝えるのが非常に難しいんですけれども。はい。じゃあまずこれが、グレーになりますね。はい、次。廃校旗のブラック。まあ一緒ですね。はい。ただまあ色の映え方があるかと思いますんで。はい。こういった感じになってます。こうプリントの質感っていうんですか。まあ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 。こんなんで伝わります。はい、OK。廃校旗が以上2点となります。次、非常に数少なめでございます、KTC さんとの、コラボ製品ということで、よいしょ。はい、じゃあまず、これ正面です。胸に、KTC と、赤いボックスロゴ、背中は無地になります。背中なしで、左腕ですね。左腕に、はい、京都ツールとかってやることね、この腕口のとこに、まあ、ディアップっていうのと、はい。まあ、そんなデザインになっております。はい、次。ここからはですね、パーカーになります。オルファーの黒。これは生地がね、あ、帽子のとこだけか。こっちの服のとこは一緒なんだけど、この帽子のとこだけは、こう、裏表ちゃんとしてあるわ。はい。まあ、ちゃんと物見せましょう。はい、じゃあ胸に、オルファーと、ボックスロゴですね。で、背中、このまま背中、右の肩後ろに、セーフティーファーストと入ってますね。で、左の、袖口のとこに、ディアップと、まあ、コラボ名が入っているという形ですね。はい、いいじゃないですか。はい、じゃあこれが、ブラックのオルファーのパーカー。はい、次、ラストですね。これは売れそうな気がする。はい、生地は今のと一緒。まず胸に、ロブスターと入ってるでしょ。で、背中がパーカーとかし、背中なんか色使いがいいっすね。はい、デカデカとザーンと入っております。まあ、これに関しては、まあ、一番下に、ディアップと、コラボ名がもう入ってますんで、袖口のとこの名前はなしと。あ、これいいかもしれないですね。はい、非常に数少なめです。お願いします。はい。というわけで、ここまで紹介したスウェットの方が2000円ちょっとと、非常に破格。で、パーカーの方が3000円しないような、価格になってますんで、ぜひお早めに。非常に数少ないです。で、次、こっちがね、私ものすごい売れると思うんだよな。じゃあ、開けるなら、せっかくだから廃校旗にしますか。トートバッグなんですけれども、まあ、よくあるその、ベージュの、トートバッグなんですけど、はい、というわけで、なんですか、ベージュ色っていうか、アイボリー色っていうか、ちょっとね、この部屋のまた、暖色の具合で、色味が非常に難しいんですけれども、まあ、生地もね、まあ、ちょっとお値段見ていただくと、わかると思うんですけど、1000円、しないような製品なので、まあまあまあ、よくある、ああいう素材のやつねっていうやつなんですけど、このね、まあ、とにかく可愛いでしょっていうのと、大きさがですね、わかります？この私との体比較で。よく見るトートバッグよりでかいんですよ。ちょうど私のパソコンが A4 ぐらいのサイズなんで、まあ、これ比較でわかるかな。はい。こんな感じで、だいぶ持ち運ぶのにいいんじゃねえかなっていうトートバッグになってます。はい。中に、ポケットが別にない、まあ、やつなんですけど。はい。で、これが表裏。はい。こういった見た目になってます。これもね、非常に数が少ない。で、今のは、ハイコーキさんのやつでしょ？で、これ。はい。KTC さん。大きさとかは一緒ですね。もうブルーもいいですね。はい、次。ロブスター。
これロブスターというブランドを知らない人が見たら、なんだあのエビのやつとかってなりそうですけどね。はい、ロブスターのトートバッグでしょ。私はね、これが一番いいなって思いました。オルファすごいですね。こんな感じ。ちょっとビニールに入ってて申し訳ない、はい、こういった全デザインなのかな、全部ではないか、はい、いろんなデザインのカッターナイフの絵が散りばめられております。裏面は何もなしですね。はい、こういった感じになってます。はい、というわけでですね、いろんな、工具好きの、皆様の心をね、揺さぶるような、製品が入荷いたしましたので、ご紹介させていただきました。以上、秀久の動画でした。お付き合いありがとうございました。ご視聴ありがとうございました。もしよろしければチャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。